ジョバンニダ・ベラッツァーノジョバンニダ・ベラッツァーノはイタリア人の探検家であり1524年にフランス王の依頼で北アメリカ大西洋岸を探検した最初のヨーロッパ人ということになっている探検範囲はサウスカロライナからニューファンドランド島まででありニューヨーク港やナラガンセット湾が含まれていたニューヨークのベラザノ・ナローズ・ブリッジやロードアイランドのジェームズタウンにある ジェームズタウンベラザのブリッジは、ベラッツァーノが探検した地域に架かる橋であり、その名前にちなんで名付けられた。ベラッツァーノは北アメリカの旅行記を残したものの、その人となりについては、あまり多くは知られていない。生まれた場所は、フィレンツェの約50キロメートル南、バルディグレーベにある一家の城カステロ・ベラッツァーノであった。誕生年も、不確かではあるが、 1485年頃とされている。1507年、フランスのディエップに移住し船乗りを職業とした。東部地中海には、数度航海しニューファンドランド島まで行った経験もあった。1524年、フランス王フランソは一世が、北、アメリカを貫き太平洋やアジアへ出る航路を探るために、ベラッツァーノを派遣して、フロリダとニューファンドランドの間の地域を探検させた。 ベラッツァーノは、その公開記録によれば、3月1日頃ケープフェア、近くに上陸した。はじめのうちは、現在のサウスカロライナ州海岸に沿って、南に下り、展示的多へ向かった。現在のノースカロライナ州アウターバンクスに沿って、航海していると、細い帯状の陸があり、その向こうに太陽が明けているように考えた。実際には、 パムリコ湾とアルベマール湾の入り江に過ぎなかった。この勘違いにより、1527年のビスコンテ、マッジョーロや1529年のベラッツァーノノー島とジロラーモダ・ベラッツァーノが作成した地図では、北、アメリカがベラッツァーノ海によって2つに分かれており、その2つが東海岸にある細い陸橋でつながれているように描かれた。 この誤りが訂正されるまでにおよそ一世紀を要した。ベラッツァーノの航路、ベラッツァーノは何度か上陸し、海岸地帯に住むアメリカ州の先住民族と交流した。ベラッツァーノは、チェサピーク湾を見落としており、同様にさらに北のデラウェア川も公開記録に残さなかった。その日誌によれば、現在のニュージャージー州海岸に沿って北上し、ローワーニューヨーク湾に入った。 スタテンアイランドとロングアイランドの間のザナローズに停泊し、カヌーに乗ってやってきたレナペ族の訪問を受けた。スイフたちはスタテンアイランドの水汲み場と呼ばれる泉で飲料水を補給したが、ベラッツァーノの底の地形に関する記述は少し曖昧である。今日、そこであったと想定されるベーストリートとビクトリーオ通りの角の小さな公園に記念碑が立っている。 歴史家の検証で、ベラッツァーノが停泊した場所は、今日のブルックリンにあるベラザノナローズブリッジの付け根近くであったと、かなりの角度で想定されている。ベラッツァーノは、北に大きな淡水湖と思われるものを観測したが、これはアッパーニューヨーク湾、すなわちニューヨーク港であった。ベラッツァーノは、ニューヨーク港の奥深くまでは侵入しておらず、ハドソン川の存在も確認できなかった。 ニューヨーク港からは、ロングアイランドの南海岸を回って、ブロックアイランド湾を横切り、ナラガンセット湾に入り、そこでおそらく、ナラガンセット族にあったと考えられている。そこからさらに、東北の現在のメイン州にいたり、ノバスコシア島の南東海岸を回ってから、ニューファンドランド経由で、フランスに帰った。ベラッツァーノは、アメリカ州に2回旅した。1回目はブラジルで、 ブラジル牧を伐採した。ベラッツァーノの主因について確かなことは伝わっていないが、最もよく知られている話は次のようなものである。ベラッツァーノは1528年にフロリダ、バハマ及びショーアンティル諸島を探検し、海岸から離れて停泊した。ベラッツァーノは小さなボートで上陸し、先住民族に会おうとしたが、そこの先住民族は、 公益を従るような友好的な者たちではなかった。逆に食人種であった。先住民族はベラッツァーノを殺し、即座に食べてしまった。ベラッツァーノの弟が岸から離れて停泊している汚船に残っていた。その弟は船から兄の様子を見ていたが、大砲を撃つには遠すぎ、ボートで上陸するにも間に合わず、結局なす術がなかった。他の資料でも、 ベラッツァーノは1528年、新世界への3回目の航海途中、ショーアンティル諸島の先住民族に殺されたとされている。また別の資料では、スペイン人に捕まり、海賊として公主刑にされたとある。ベラッツァーノが死んだのは43歳の時であった。ベラッツァーノは、現在のアメリカ合衆国の東海岸を訪れた最初の記録にあるヨーロッパ人ということになっているが、 当時の他の探検家ほど評判が芳しくなく、また広く伝えられてもいない。その最初の例は、当時の習慣として発見した新しい陸に、ヨーロッパの名前をつけたが、それらはどれも、現在残っていない。ベラッツァーノの公開で最も重要な証拠は、フランスは一世に当てた長文の手紙であり、北アメリカ東海岸の地形、植物省、動物省及び、 先住民族について語っている。19世紀から20世紀初めにかけて、アメリカ合衆国で、その信憑性について、大きな議論が持ち上がった。ある者は、後悔に同行しなかった、誰かによる大ほらだと考えた。また他の者のは、これが真実であると考え、これが、今日の信憑性議論の大勢となってきた。特にフランスは一世の署名がある手紙の中に、 ベラッツァーノの手紙に関する言及があることが発見されて真実とされた。この議論により少なくともアメリカ合衆国では北アメリカ大西洋岸中部のヨーロッパ人発見者としてベラッツァーノの評価をかなり下げることになったがフランスやイタリアでは今でも英雄である。ベラッツァーノの評価はニューヨーク市で特に霞んでおり1609年のヘンリー・ハドソンによるものが ヨーロッパ人によるニューヨーク探検の事実上の始まりとみなされるようになった。ニューヨーク港のヨーロッパ人発見者としてのベラッツァーノの名前と評価が再び見直されたのは1950年代から1960年代と最近のことであり、この当時新しく建設された海峡の橋にベラッツァーノの名前が付けられた。このネーミングには多くの右翼曲折があった。 1950年代から1990年代にかけてニューヨークとスタテンアイランドとをつないだフェリーにもベラッツァーノの名前が付けられた。おかしなことにフェリーの名前は綴りの中央にある Z がダブルなのに橋やスタテンアイランドにある他の同表では Z がシングルになっており当時の混乱が伺える。スタテンアイランドには他にもベラッツァーノにちなむものが多々あり。 例えば、リトルリーグのチーム名になっていたりする。これは、スタテンアイランドとベラッツァーノの結びつきを反映しているだけでなく、そこに住む多くのイタリア人子孫の存在も影響している。ありがとうございます。